何も怪我してません。怪我してませんから。ただいま。コンビニって便利だよね。朝も夜もやってるし、お豆腐だってちゃんとあるし。お姉ちゃん、レイジ君、朝から元気だね。でも下の階から苦情が来ちゃうから、追いかけっこなら外でやってね。違うんです、ユーロさん、昨晩のこと浅野さんにちゃんと説明してください。なるほどね。パーティーで酔いつぶれた私を、オワリの指示であんたがここまで背負ってきたのね。で、ユーノと話をしてるうちにここで眠ってしまった、そういうわけね。はい、その通りです。最初からそう言いなさいよね。もう少しで前科者になるとこだったじゃない。本当すみませんでした。それに、たとえ疲れてたとしたって、女の子二人暮らしの家で眠るなんて男として問題だから。言うのも、もし次こんなことがあったらタクシー呼んででもいいから力ずくで追い出しなさい。でもレイジ君なら大丈夫だよ。甘いのよ。こんなやつでもれっきとした男、しかもあの変態の手先なんだから。はい、わかったよ。じゃあユーの朝ごはん作るね。レイジ君も食べていくでしょ。はい、いただきます。何普通に返事してんのよ。少しは遠慮ぐらいしなさいよね。すみません。まあ、終わりに頼まれたからって言っても、実際にここまで運んでくれたのはあんたなんだし、そのお礼として朝ごはんぐらいご馳走するわよ。でレイジ、私を運んだ後ユーノと話してたって言ってたでしょ。はい。ああ、でも口説こうとかそんなんじゃありませんから。誰もそんな心配してないわよ。あんたにそんな度胸があるとは思わないしね。聞いたんでしょ、その私たちの両親のこととか。はい、聞きました。浅野さんがどうやってジャッジメント7に入ったのかまで。あっそ、やっぱね。ユーノ、あんたのこと気に入ってるみたいだから、多分話してるんじゃないかとは思ったのよね。一応言っとくけどね、事情を知ったからって私たちのこと特別扱いする必要はないから。ユーノだってそんなの望んでないはずだし。はい、もちろんです。特別扱いなんてするつもりはありませんよ。そんな器用なことできませんし。だけど浅野さんって、優しいお姉さんなんですね。優しい？私が？別に姉として当然のことをしたまでよ。妹を気遣うのは姉の務めじゃない。それはそうかもしれませんが、でも浅野さんはいつだってユーノさんのことを考えて行動してるじゃないですか。高校を出てすぐに就職したのだってユーノさんと二人で暮らすためですよね。自分のことよりもユーノさんを優先してるじゃないですか。すごく優しい、いいお姉さんです。少なくとも僕はそう思います。
浅野さん、すみません、出過ぎたことを言いました。違うの、その今まで優しいとかいいお姉さんとかそんなこと言われたことなかったからびっくりして。だってあんたも知ってるでしょ、私ってばガサツだし、すぐ物を壊すし、ユーナの方がしっかりしてるし、これじゃどっちが姉かわからないっていうか。そうですね、僕も今までそういう風に思ってたところはあります。う、やっぱそうよね。でも昨日ユーナさんの話を聞いて考えが変わりました。浅野さんはユーナさんを守る、とっても優しいお姉さんですよ。な、何よ、面と向かっておかしなこと言わないでよね。おだてたって何にも出ないんだから。あー、お姉ちゃん照れちゃってるんだ。こういうところ本当に可愛いよね。うるさい、照れてなんかないわよ。言うの、おかしなこと言わないの。お姉ちゃん、レイジ君、朝ごはんできたよ。さ、食べて食べて。うわぁ、なんて家庭的な朝ごはん。いただきます。そういえば浅野さんってジャッジメント7に入る前にストリートミュージシャンをしてたんですね。ああ、それも聞いちゃったわけ。参ったわね。結構人気だったのよ、たくさんの人が私のギターケースにお金を入れてくれてね。君はこんなところじゃなく、もっと大きな町で勝負すべきだなんて言ってくれる人もいたっけ。でも、かたくなに浅草駅から離れなかったのは好きな男の子がいたからですよね。浅野さんって、ショタ好きだったんですね。知りませんでした。言うの、あんたそんなことまで。誤解しないでよね。別に小さな男の子にハーハーしちゃうとか、そんな変態的な性癖は私持ってないから。ただ美少年を遠巻きにめでるのが好きっていうか、こっちを向いてにっこりしてくれたら天にも昇る気持ちっていうか。できることなら抱きしめて頬をスリスリしたいとか。とにかくあんたそのこと基地で誰かに言ったら承知しないから、速攻で息の根を止めて隅田川に沈めてやるから覚悟しなさい。はい、わかりました。誰にも言いません、約束します。うわー大変、もう7時半だよ、ジャスティス王者始まっちゃう。ジャスティス王子、あんた知らないの？今絶賛放送中の大人気ヒーローアニメでしょうが。バイトとはいえエンタメ業界にいるんだから、それぐらいチェックしときなさいよね。悪の組織大神カーンによって囚われの身となったジャスティス王子を救出したのは謎の女戦士アバズレ王女だ。果たして2人は大神カーンの基地ゴルゴンゾーラを無事に脱出することができるのか。次回ジャスティス王子第18話、アバズレなるままに。チャンネルはジャスティス。
頃だったのに。アバズレ王女の正体、すっごく気になっちゃうよ。お疲れ様です、オワリさん。おや、レイジ君。おとといは朝のを送り届けてもらってすまなかったね。それで、朝のとユーノの家には上がらせてもらったのかい？え、はい。ユーノさんが上がっていくように勧めてくれたんで。そうかそうか。え、どこまで行っちゃったんだい？まさか、お茶だけ飲んで帰ってきたわけじゃなかろう？ジャッジメントセブンの代表として、そこのところはきちんと聞いておく義務があるからね。さあ、包み隠さず話してもらおうか。何もやってませんよ。ただ二人の家でついうっかり寝ちゃっただけですから。それで、朝ごはんをごちそうになって帰ってきただけです。はあ、なんだね君、家に上がったのに何もなかったっていうのかい？それでも男かね？それでも男ですよ。オワリさんとは違いますけどね。そういえば浅野さんって以前は浅草で路上ライブをしてたんですね。そこで終わりさんがジャッジメントセブンにスカウトしたって聞いたんですけど、どうして浅野さんを誘ったんですか？君、そんなの決まってるじゃないか。あまりに聞くに耐えない歌を続けるものだから、やめさせるために雇うしかなかったんだよ。時にレイジ君、君はターニシカに試験勉強を教えてもらうんだったね。ああ、そうでした。はっはっは、まあ、頑張ってくれたまえ。それじゃ、試験勉強を始めるのだ。スパルタで行くから覚悟するのだ。タチアナ、本当に大学の勉強わかるのか？当たり前なのだ。ターニは博士号を持っているのだぞ。大学の勉強くらいへのカッパッパーなのだ。
何を勉強するのだ？現代文学論だよ。ほら、中学校でも国語で物語とか読むだろ。あれをもうちょっと深く掘り下げたような勉強だよ。だったらターニャにも分かるのだ。ちょっと教科書を貸すのだ。タチアナ、無理に教えなくたっていいんだぞ。多分現代文学なら自分で分かると思うし。遠慮なんていらないぞ。家庭教師のターニャに任せるのだ。それじゃあ問題を出すのだ。間違えたらお尻ペンペンの刑だから覚悟するのだぞ。ちなみにお尻ペンペンされてる動画はネットで配信するからな。楽しみにしてるのだ。今からターニャがことわざを言うから、それと同じ意味のことわざを答えるのだ。教科書に載ってるやつだから答えられるはずだぞ。第一問、四股に寿司と同じ意味のことわざはなんだ。え、四股寿司。制限時間は10秒なのだ。さっさと答えるのだ。ここでおバカなレイジに大ヒントなのだ。意味は浅野にマイクを渡した時の最強な状態のことなのだ。鬼に金棒。正解なのだ。おお、やっぱり。ちょっとヒントを出しすぎたかもしれないのだ。また失敗か。今回もエロリーちゃんが出てきたね。ちょっとオワリー、何度私たちにエロリーの大群を見せるつもり。もう怒りを通り越してげんなりなんですけど。そうね、エロリーに罪はないけれど、いい加減飽きてきたわ。それじゃあ彼女の代わりにベロベロスでも表示するかい？それだけはやめてちょうだい。エロリーちゃんに会えるのは嬉しいけど、どうせなら言うの、もう一回あの世界に行きたいな。我が輩も同感だ。新世界への扉を開くには何が足りないというのだ。やっぱり新世界体験なんて起こらないのだ。これ以上やっても時間の無駄なのだ。そんなことはない。俺たちは確かに新世界体験をしたんだ。あの体験は絶対に夢でも幻でもない。おそらくまだ実験に穴があるはずだ。それを見つけることができれば、再び新世界へ行くことができるはず。そんなこと言ってもターニは信じられないけどな。そうだ、ターニシカ。ワールドプログラムの解析プログラムの制作は進んでいるかね？
だ。それもこれも世界のプログラムが変態すぎるからなのだ。でもでもターニは変態なんかに負けないのだ。それじゃ今日の実験はこれまでとしよう。本来ならこれで解散だけど、開発室で待機していてくれ。みんなに渡すものがあるからね。レイジ、世界は何をくれるんだろうな。ガジガジ君だと嬉しいのだ。いやあみんな、待たせたね。さてレイジ君、今日は何日だかわかるかい？え、25日ですけど。そうだ、25日といえば給料日。そうだったわね。すっかり忘れてたわ。わーい、お給料日だ。今月の生活費ギリギリだったんだよね。僕もです。なんだかんだ毎月給料日前はピンチなんですよね。これで欲しかった画材が買えるわ。早速ネットで注文しないと。次はレイジ君だね。今月分のアルバイト代だ。まあうちはアルバイト代といっても固定給だから、間違っても時給換算などしないように。はい、ありがとうございます。立ち穴にもあるんですか？もちろんだ。ターニチカもジャッジメントセブンの仲間だからね。早速開けてみるのだ。にゃふん、ガジガジ君の当たり棒なのだ。それを持ってファイマに行くといい。一本タダでもらえるからね。やったのだ。世界ありがとうなのだ。イルカさん、何やってるんですか？よくぞ聞いてくれたな、レイジーよ。我が輩は今、新作ゲームに登場する極めて重要なエンブレムのラフデザインを作成していたので。え、新作ゲームってワールドエンドヘブンのことですよね？発音が違うぞ。正しくはワールドエンドヘブン。話してるの？イルカさんと新作のゲームの話をしてるんです。このデザインがゲーム中で重要なものみたいで。そうなんだ。イルカさん、このデザインって何なの？これは作中に登場する悪の秘密組織に関するものだ。今彼らの象徴となるマークを考案しているところでな。夏美先生に正式に発注する前準備なのだが。悪の秘密組織か。なんかかっこいいね。
もう設定もできてるの？まだ完全には固まってはおらぬが、今作のテーマ通りスーパーホットになる予定だ。悪の秘密組織の思惑により徐々に蝕まれていく東京、その狡猾かつ残虐な侵略に怯え逃げ惑う人々。果たして主人公たちは悪の秘密組織から東京、いや世界を救うことができるのか。全世界を震撼させるスペクタクル超大作が今幕を開くと、大まかに言えばこんな感じだ。おお、言うの全然わかんないや。僕もです。なんか壮大な話っぽいですけど、具体的なところがふわっとしてるっていうか。なるほどね。なんとなくイメージはつかめたわ。さすが夏美先生、この複雑怪奇なストーリーを瞬時に把握するとは。すごい、なっちゃん、あれだけでわかるなんて。もしかして夏美さんとイルカさんって波長が合うっていうか、ちょっと似てるのかもしれませんね。私とこの中二豚が似てる。はは、面白くて死にそう。あ、やっぱり全然似てないです。似ても似つかないですね。そう、ならいいのよ。イルカさん、何か手伝えることがあれば言ってください。雑用くらいならできるんで。ほう、では浅野を呼んできてくれるか。作曲担当にもイメージを共有しておきたいのでね。わかりました。浅野さん、起きてください。浅野さん、浅野さん、こんなところでお腹出して寝てたら風邪ひいちゃいますよ。寝ぼけてないで早く起きてください。いや、怖い、やだ、近づかないで。浅野さん？
あれ、あんた何床に転がってんの？寝ぼけた浅野さんに突き飛ばされたんですよ。ああ、そうだったのね。ごめんごめん。でもほら、故意にやったわけじゃないし、不可抗力ってやつよ。浅野さん、ずいぶんうなされてたみたいでしたけど、怖い夢でも見てたんですか？そうね。あのさ、私寝てる間に何か言ってなかった？ああ、いろいろ言ってましたよ。最初は可愛い男の子発見って言ってて、その後は優のあと5分って言ってました。そうなのね。あとは怖い、やだ、近づかないでって言ってましたよ。そっか。浅野さん、悪夢は人に話した方がいいって言いますし、僕でよければ話ぐらい聞きますよ。うん、別に平気。それほど怖い夢だったわけじゃないし。それより何か用でもあったの？ああ、そうなんです。イルカさんが新作ゲームのイメージを共有したいって言ってて、それで浅野さんを呼びに来たんです。そうだったんだ。それじゃあ、めんどくさいけど行ってやろっかな。レイジ、呼びに来てくれてありがとう。ここがレイジの大学なのか。東京の大学というのは随分と立派だな。よしっと、まあこんなもんかな。レイジ、昼飯の買い出しか。ならば我が輩にジャンボチキン南蛮弁当を買ってきてくれ。すみません、ちょっと無理です。おう、控えめな言葉でありながらしっかりとした拒絶の意。ついにお前も師である我が輩に牙を剥くつもりか。いいだろう、どこからでもかかってくるがよい。我が必殺の剣法、無我夢中遊泳剣を持ってお前を叩きのめしてくれよ。ふぅしゅう。違うんですよ、僕これから大学に顔を出さなくちゃならなくって。大学とな。はい、試験範囲のことでちょっと教授に質問しておきたいんです。遅くても夕方までには戻ってくるんで、チキン南蛮弁当はその時に。我が輩がどこまで空腹に耐えられるのかを試すつもりか。我が弟子ながら恐ろしいやつ。その挑戦を受けるのはまた次の機会としよう。自分で買いに行くことにする。我が輩の胃の腑にできた空洞が鳥をよこせと騒いでおるぞ。
頑張るのだぞ。必要とあれば我が輩が知識定着の儀を行おうではないか。しかしそのためには3つのアイテムが必要だ。いえ、儀式は結構です。なんとか自分だけでやってみるんで、お気持ちだけありがたく受け取っておきますね。レイジ、お出かけなのか？レイジーは大学とやら行くらしい。大いなる作戦のために大学生という仮の姿を保つ必要があるからね。大いなる作戦って何ですか？それに仮の姿でも何でもなく、僕は大学生ですから。大学に行くのは普通の行動です。いや、僕は別に遊びに行くわけじゃないんだ。試験範囲のことで教授に質問を。ダーニャも行く、行くのだ。行くったら行くのだ。一体何の騒ぎかね。なんだ、そんなことか。だったらターニシカも連れて行けばいいじゃないか。ターニシカは君の家庭教師なんだろ。だったら一緒に行くべきじゃないのかね。ターニシカにとっても東京の大学がどんなものか知るのはいい機会だろうしね。そうなのだ、ターニャはレイジの家庭教師なのだ。だから一緒に行く義務があるのだ。お出かけの準備をしてくるぞ。ちょっと待ってるのだ。終わりさん。これもお世話係の仕事だよ。まあ適当にうまくやってくれたまえ。はっはっは。大学の中を案内するのだ。はいはい、分かったよ。あれ、美咲じゃん。あ、ほんとだ、珍しい。久しぶりだな。お前ちっとも大学に来ないから辞めたんじゃないかって噂してたんだぞ。美咲ってゲーム会社でバイト始めたんだっけ？それで忙しいのか？やっぱゲーム会社ってブラック系？さすがに今時違うか。美咲？それってレイジのことなのか？レイジの名字は午前じゃなかったのか？いや、午前っていうのは終わりさんが勝手につけた名前だから。美咲レイジってのが僕の本当の名前だよ。レイジの漢字も違うからね。まあどっちにしてもレイジはレイジってことだな。美咲、このめちゃくちゃ可愛い子ってお前の知り合い？まさか街で見つけて連れてきたなんてことないよな。この子は俺のバイト先の社長の知り合いの娘なんだ。日本の大学を見学してみたいって言うから連れてきただけだよ。違うのだ。ターニャはレイジの家庭教師なのだ。レイジに勉強を教えているのだ。だから
レイジがどんな大学に通ってるのかを見ておく必要があるのだ。これはいわゆる視察なのだ。この子に勉強教えてもらってる？へえ、そうなんだ。そういうごっこ遊びをしてるのね。違うんだって。この子はこう見えて博士号を持ってる天才で、実際大学の勉強だって普通にできて。まあ遊ぶのはほどほどにして、ちゃんと試験の勉強もしとけよな。でも美咲にそんな趣味があったなんてな、ちょっと意外だったかも。しっかり勉強を教えてもらいなよ。足し算とか引き算とか、あとなんだ、そうか、掛け算と割り算か。あいつらターニャのことバカにしてたのだ。許せないのだ。タチアナ、頼むからやめてくれって。これ以上問題を大きくしないでくれよ。それにタチアナみたいな天才があんな連中のザレ事にいちいち関わってたら時間の無駄なんじゃないかな。確かにレイジの言う通りなのだ。ターニは天才だからな。凡人の悪口なんかをいちいち気にしていられないのだ。さあレイジ、気を取り直して大学の中に入るのだ。ああ、わかったよ。軽く案内をしたら教授のいる研究室に行くけど、タチアナも中に入るよね。もちろんなのだ。日本の大学の教授がどの程度のレベルなのか知っておきたいのだ。教授は大人だからタチアナのことバカにしたりはしないと思うけど、くれぐれも怒らせたりしないでくれよ。僕の単位に関係してくるんだからな。大丈夫、ターニはレイジの家庭教師。レイジの評価が下がるようなことはしないぞ。安心するのだ。ここは何なのだ？教室だよ。いつもはここで講義をやってるんだ。講義？ターニも受けてみたいのだ。タチアナ！レイジ、ドアが開かないのだ。なんでなのだ？多分夏休みだからじゃないかな。7月の半ばくらいで講義は終わっちゃったんだよ。社長の知り合いなのか？そんなやつターニャは知らないのだ。おい、そんな風に言ったら失礼だろ。いいのよ、知らなくても仕方ないと思うし。私は一ノ瀬陽子、元北連理化学研究所の研究員よ。北連理化学研究所って確かユーリーさんが副所長をやってる？ええ、半年前までユーリー副所長のもとについて働いてたの。にゃん、パーパの部下だったのか。知らなかったのだ。ターニャと直接関わることはなかったけれど、よく研究所にいるのを見てたのよ。だけどまさかこんなところに来てるなんて思わなかったわ。ターニャはレイジの家庭教師だからな。付き添いで大学に来たのだ。レイジ？こいつは午前レイジっていうのだ。へえ、変わった名前なのね。お笑い芸人さんか何かかしら？いえ違います、三崎レイジです。午前レイジっていうのは尾張さんがつけただけで。尾張さん、あ、もしかしてあなた彼のゲーム会社で働いてるの？え、はい、そうですけど、なんでそんなことを？なるほど、そういうことだったのね。確かユーリー副所長が言ってたわ。学校が長期休みの時には
東京にいる尾張さんにターニャを預けてるって。それで一緒にゲームを開発しているのよね。そうなのだ。ジャッジメント7のためにターニャの天才的な頭脳を貸してやってるのだ。ゲーム作りのことはよくわからないけれど、なんだかとても楽しそうね。まあジャッジメント7のあの会社のメンバーは変な人ばっかりですし、大変なこともたくさんありますけどね。でもやっぱりみんなとゲームを作るのは楽しいです。そう。さて、そろそろ戻らないと教授が待ちくたびれてるかもしれないわ。それじゃ失礼するわね、ターニャ、レイジ君。あ、はい。さよならなのだ。レイジ、何ぼーっとしてるのだ。教授のところに行くんじゃないのか。ああ、そうだった。早く行かないと。このハンバーグが最高だぞ。いい仕事をしてるのだ。レイジ、どうしたのだ。さっきから暗い顔をしているのだ。あ、わかったのだ。レイジもお子様ランチにすればよかったって後悔してるのだな。仕方ないのだ。ターニは天才でありつつも優しいからな。特別にちょっとだけ分けてあげるのだ。はい、あーん、なのだ。いや、でもちょっと恥ずかしいから。あんなのだ。
チアナ、帰ろう。待つのだ。デザートのプリンがまだなのだ。それにレイジのカレーだってちっとも減ってないぞ。いいから。にゃふん、レイジ痛いのだ。逆体なのだ。レイジ、いい加減にするのだ。散々貢がされた挙句に振られた彼女にでもあったのか。そんなんじゃないよ。怪しい黒服の男が僕たちのことを見張ってたみたいなんだ。怪しい黒服の男？レイジは古いスパイ映画の見過ぎなのだ。今時そんなテンプレート的な怪しいやつはいないのだ。いや、嘘なんかじゃないんだ。ほら、見ろって。おい、どこに行った？遠くには行ってないはずだ。他の連中にも連絡して探せ。若者と金髪の幼女のコンビだ。目立つからすぐに見つかるだろう。見つけたらどうする？また監視を続けるのか？上の指示を仰ごう。ここで捕まえるように言われる可能性もあるしな。大丈夫だから。
ぼーっとしてるのだ。ブラックメンに捕まって全身くすぐりの拷問をされるかもしれないのだぞ。ほら、ターニャが引っ張ってあげるのだ。早くこの場を離れるのだ。大変です！僕たち大学で謎の黒服の男たちに狙われてたんですよ。黒服？あなた慣れない勉強のしすぎで幻覚でも見たんじゃないの？デイジ君睡眠不足みたいだし、きっと頭がオーバーヒートしちゃったんだね。謎の黒服の男たちか。冗談を言うにしてももう少し設定は凝るべきだろう。例えば水泳キャップをかぶった上半身裸のムキムキマッチョの集団がコサックダンスしながら追ってくるくらいは言ってもらわんと我が輩も困るぞ。僕の頭は至って正常ですから。それに冗談でもないんですって。本当なのだ。ブラックメンの連中がターニャとレイジのことを捕まえようとしていたのだ。え？やだ、本当の話なわけ？それってヤバいんじゃないの？ブラックメン言うのちょっと怖いかも。大学を舞台としたドッキリかしら。いや、そんな意味のないことさすがに誰もしないわね。今時ベタもベタな黒服で登場するだけに何やら本気を感じるではないか。これは警戒する必要があるかもしれん。まあ大方の予想はついてるんだよね。その連中の目的はターニシカだろ。やはりターニャが狙われてたのか。分かったぞ、ターニャの天才的頭脳を狙う悪の組織だな。いやいや、そんな大層なものじゃないよ。おそらく見慣れない金髪幼女の存在が SNS で広まって近隣のオタクが集まってきた。まあ、そんなところじゃないかね。あ、それなら仕方ないよね。だってターニャンとってもとっても可愛いんだから。なんだ、そうだったのか。みんなしてターニャの可愛い姿を見に来ていたのだな。東京は変態の巣窟だって聞いたぞ。ありえない話ではないのだ。いや、でも SNS で集まっただけの連中にあんな連携の取れた動きができるとは思えないんですけど。レイジ君、オタクを舐めるんじゃないよ。そうだ、オタクの秘めたるポテンシャルはいずれ世界の電力を賄うとまで言われているのだからな。だいぶ進んだし、少し休憩しよう。
こっちよこっち、あんたの後ろ。すみません、お金なら持ってないんです。嘘つけ、この間給料日だったでしょ。っていうか何言ってんのあんた。浅野さん、びっくりした。ヤンキーに絡まれたのかと思いました。誰が泣く子も黙る女番長よ。誰もそこまで言ってませんよ。というよりいきなり殴るなんてひどいです。いきなりじゃないわよ。最初はちゃんと声をかけたし、いくら呼んでも気づかないあんたが悪いのよ。確かにぼーっとしてた僕が悪いですけど、トントンくらいでいいじゃないですか。え？ちゃんと優しく叩いたじゃない。ところであんた、一体どうしちゃったわけ？疲れ切ったサラリーマンのような顔してこんなところでフラフラと。ああ、僕はちょっと散歩ですよ。サラリーマンみたいな顔かはともかく、勉強には疲れてます。そういう浅野さんはこれからお出かけですか？そう、買い物に行くところよ。そうなんですね。じゃあ僕はこれで。ちょっと待ちなさいよ。よし、決めた。あんた、ちょっと私に付き合いなさい。え？そうと決まれば行くわよ。ちょっと待ってくださいよ、浅野さん。さて、一通り見て回るわよ。あ、こういうのあんたも好きなんじゃないの？戦隊ヒーローものですか。昔は見てましたね。昔ってまだ若いでしょうに。今やってるジャスティス王子も面白いからちゃんと見ておきなさいよ。そもそも一応ゲーム会社でバイトするくらいなんだから、特撮とかアニメとかの話ができるものだと思ってたのに、あんたってそういうのに疎すぎよね。少年漫画は読みますよ。さすがに毎週買うのはお財布的に厳しいですけど。そういえばアニメは最近はちゃんと見てないですね。仕事から帰ってきてテレビをつけたらちょうどやってたのを見るくらいで。ああ、その程度のやつに限ってちょっと流行りのアニメを見たくらいでオタクアピールするのよね。うざ。そういう浅田さんはどうなんですか？私は漫画もアニメもかなり見てるわよ。特にアニソンなんかはマイクールほとんどチェックしてるし。浅田さんもやっぱり職業柄そういうのが気になっちゃうんですね。違うわよ。別に仕事のためにアニソンを聴いてるわけじゃないし、カラオケで歌うために決まってるじゃない。今のカラオケは最新曲が入るのが早いからね。配信されるまでに歌を覚えておかなきゃで大変なのよ。流行も追っていかないとカラオケ大会が盛り上がらないからね。ちょっと、何生温かい目で見てんのよ。いえ、浅野さんが楽しそうだなと思って。僕は浅野さんみたいにハマってるもんとかないですし。あんた、なんか好きなものとかないの？好きなものですか。特に思いつきませんね。強いて言えば、コーラですかね。それ、飲み物じゃない。そういうのじゃなくて、そう、趣味はないわけ？
あんた毎日楽しい？生きてて楽しい？浅野さんがカラオケ誘ってあげようか？それだけは遠慮します。なんでよ！せっかく誘ってあげようとしたのに！だって、ほら浅野さん、一人で歌った方が気持ちよく歌えるでしょ？僕の歌なんて聞きたくないでしょうし。あ、それもそうね。私の歌う時間が減っちゃうのは困るわ。だったら、私のリサイタルの観客になればいいんじゃない？そしたら、私は存分に歌えて楽しいし、あんたも私の歌を聴けて楽しいじゃない。ま、でもあんたは試験あるだろうし、今度誘ってあげるわよ。そうですね、つぶらな瞳が可愛らしいです。ていうか、どうしたんですか？突然女の子みたいな声なんか出して。私は女の子だ、失礼だぞ。でも、このクマちゃんの可愛さがわかるなら、とりあえず許してやるわ。触り心地も抜群ね。ほら、あんたも触ってみなさいよ。お、すごくいいですね。あ、でも高いんでしょ？浅野さん、クマちゃんが窒息しちゃいますよ。そのあたりでやめた方がいいのでは？あ、ごめんね。痛かったかな、クマエモン。浅野さん、クマエモンの体が潰れちゃってるじゃないですか。思いっきり変形してます。本当だ。どうしよう、なんとか元に戻らないかな。違う方向から押してみる。浅野さん、そのぬいぐるみを借りてもいいですか？僕が何とかしてみます。あんた、うん、任せる。あんたでもダメか。どうしよう。とりあえず僕が店員さんに訳を話してみます。わざとではないですし、もしかしたらお咎めなしになるかもしれません。うん、私も行くわ。元はといえば私が悪いんだし、迷惑かけてごめん。いいんですよ。さあ行きましょう。ねえ、あんたいくら持ってる？浅野さん、もしかして。そう、お金が足りなくて。僕もそんなに持ってないですよ。なんであんな高いの壊すんですか。今あるのは5000円です。
これで足りますか。レイジ君神、マジ神、合わせればぴったり足りる。でもこれって運命じゃない？浅野さん、結局お目当てのものは見られましたか？もしかしてこのクマが目当てでした？あ、うん、まあそんなところかな。それよりあんたは楽しかった？僕ですか？ああいうお店に行くことはなかなかありませんし、浅野さんといろいろ話せて楽しかったですよ。そっか、ならよかった。なんかあんたさ、さっきは疲れたサラリーマンみたいな顔してたじゃない。でも今は冴えない大学生にちゃんと戻ってるわよ。あれ、もしかして浅野さんが僕を誘ったのって気分転換させてくれるためだったんですか？そんなわけないじゃじゃい。たまたまよ、またまた。そうだったんですね。でもその割には浅野さんの方がはしゃいでましたよね。うるさい、いいじゃない、はしゃいだって。そうですね、いいと思いますよ。浅野さんがあんな風に女の子らしくはしゃぐところをあまり見たことがなかったんで。僕も楽しかったです。ありがとうございました。さすが私、毎日頑張るあんたのためにこんな気遣いができちゃうんだから。あ、そうだ、お金は後でちゃんと返すからね。お願いしますよ。給料日直後に大きな出費じゃ来月末までに干からびちゃいます。あ、でも熊えもんを2人の子供として一緒に育てていくってことで、お金はチャラっていうのもありかもしれないわね。熊えもんを育てたところで正直言って僕に何の得もありませんから。きっと育てたら愛着湧くって。一緒に面倒見ようよ。お断りします。レイジ、奇遇だな。イルカさん、お疲れ様です。どこかに行くんですか？ああ、我が輩の腹に眠る千匹の魔界の虫が騒いでおるのだ。一刻も早く供物を与え、沈めなければ。おそらく世界が終わる。レイジーは今から基地に向かうのか？いえ、昼ご飯がまだなんで、どこかで食べてから行きます。そうか。では、我が輩と共に太古から暗黒帝国に伝わるという共演の儀式を執り行おうではないか。
つまりだな、我が輩がレイジーに昼飯をおごってやろうと言っているのだ。感動で言葉も出ないか。はい、ちょっと感動しちゃいました。イルカさんがご飯をおごってくれるなんて。この程度、師として当然のことだ。それにこれまでお前は仮の姿で任務に励んでいただろう。弟子をねぎらうのも師の務めだからな。イルカさん、ありがとうございます。礼を言われるようなことではないのですよ。それじゃあどこに行きましょうか。牛丼屋とかですか。我が輩たちは今から吉亀に突入する。師匠。では早速出発するぞ。はい。イルカさん。さあレイジーよ、好きなものを注文するがいい。レイジーよ、今日のラッキーメニューはオムライスだとお告げが出ている。オムライスを選べばきっと星々の加護を受けられるはずだぞ。ではお告げに従ってオムライスにします。さすがは我が弟子、お告げを受けれる度量があれば危機が訪れようとも必ず切り抜けられる。ところで、イルカさんは何を頼むんですか。我が輩か。そのようなこと、前世から決まっておるわ。ライスと水をお願いします。今日は何の話かしらね。とうとう新作ゲームの制作に本腰を入れることにしたのかしら。それだといいんだけどね。私たちだけで考えてても結局まとまんないし。ところでレイジ、先ほどは謎の精神攻撃によって混乱していたため聞きそびれたのだが、試験の方はどうだったのだ。ものすごく手応えがあるわけじゃありませんが、単位は落とさずに済みそうです。皆さんご協力ありがとうございました。ターニャが家庭教師をしたのだ、当然の結果なのだ。
お、みんな集まっているね。感心感心。言い出しっぺのあんたが遅刻してどうすんのよ。で、今日は何？楽曲の発注でもあるわけ？なら曲のリストとイメージをもらいたいんだけど。楽曲の発注？何を言ってるんだね。何ってゲームの企画会議でしょ。そんなものではない。今日みんなに集まってもらった理由はただ一つだ。新世界の前に散々実験してダメでしたよね。もう諦めたんじゃないんですか。俺の辞書に諦めるという言葉はない。俺は新作ゲームの企画そっちのけで、どうにか新世界体験を再現できないかとずっと検証を続けていた。そしてついにその答えが出たんだよね。実は最初の新世界体験時に大量のデータ通信のログの痕跡を発見したんだ。かなり分かりづらい痕跡で見つけるのはほんと苦労したんだけどね。そしてそのログの集約先は北連理化学研究所にあるターニチカの PC だった。ターニの PC か。そう、新世界体験が成功した時と失敗した時の違いは北海道のターニチカの PC とつながっていたかそうでなかったかの違いだったんだ。でもターニャはそんな仮想現実を実現させるようなデータ知らないのだぞ。ターニャの PC にもそんなものは入っていないはずなのだ。もちろんターニチカの PC にあの新世界を作り出すデータが入っているわけではなかった。さらに調べたところ、ターニチカの PC からもデータ通信が行われた痕跡がわずかながら残っていた。しかしそれをたどることはさすがに俺でも無理だった。いや、残念だったよ。ちょっと待つのだ。どうして世界が北海道にあるターニャの PC を調べられるのだ。ああ、そんなのは簡単だよ。ちゃんとハッキングして遠隔操作ができるようにしておいたからね。ターニチカ、任せておいたワールドプログラムの検証プログラムの方はどうなっているんだい。それだったらつい昨日完成させたぞ。変態的なプログラムで苦労したけど、ターニは天才だからな。やり遂げたのだ。それなら準備は万端だな。今度こそあの時と同じ状況を再現することが可能だ。さあみんな、新世界ゴーグルを持ってきてくれたまえ。北海道にあるターニチカの PC を遠隔操作し、こちらとのリンクを完了させた。これで状況はあの時と全く同じとなった。プログラムを立ち上げよう。ワールドプログラム、スタンバイ。次はボイスコマンドだ。ターニチカ、今回はお前に任せよう。覚えているかい？チェンジザワールド。ターニャは信じているわけじゃないからな。それでもお前たちのために実験に付き合ってやるぞ。チェンジ！
噛んだね。噛んだわね。噛みましたね。あ、ターニャのせいじゃないのだ。世界がこんな長いボイスコマンドを使うからだぞ。何よ、チェンジザワールドって。あんた、チェンジザワールドも言えないの？あ、何日かにはまた今度お願いするよ。さて、プログラムの起動を確認。続いて視覚世界拡張だ。さ、お待ちかねのエロリーだ。これを表示すれば条件はあの時と全く同じに。にゃん、どうしたのだ。世界、これはあの時の現象で間違いはないか。ああ、ワールドプログラムの暴走だ。やはり起こったか。つまりエロリーは表示させる必要がなかったってことなのね。条件さえ揃っていれば現象は再現できたのよ。残念だ。プログラムの暴走が始まったってことは、そろそろあれが来るんじゃない？あれって何なのだ？ターニャにも教えてほしいのだ。ターニャ、あれっていうのはね、世界、プログラムの強制終了か？何も見えないぞ。早くどうにかするのだ。タチアナ、違うのよ。もしこれが前と同じ状況だったら、私たちはもう。とりあえず、この窮屈なゴーグルを外しましょう。どっちにしても、このままじゃ何も見えないわ。ねえ、結局どっちなの？我が輩の勘では旅立てたような気がするのだがな。外に出ればはっきりするんじゃないかな。やめてよ。極上ベロベロスに遭遇したら私たちおしまいよ。浅野とタチアナは覗いてだけれど。ちょっと、当然のように私を覗かないでよ。極上ベロベロスの守備範囲だって前より広くなってるかもしれないじゃない。結局実験は失敗だったということだな。ま、ターニャは天才だからこうなることは分かってたのだ。みんな戸惑う必要はない。ここは間違いなくもう一つの世界なのだからね。どうしてそんなことが言えるのよ。噛んだ。
それに証明する方法だってある。何日か、お前が完成させたワールドプログラムの検証プログラムをここで起動させてみてくれないかい。全てはそれではっきりするはずだからね。仕方ないのだ。もう少しだけこのお遊びに付き合ってあげるのだ。世界の作ったプログラムを検証するプログラム、名付けてデバッグンをターニは完成させたのだ。このデバッグンは世界の作ったプログラムに干渉し、簡単な操作をすることも可能なすっごいプログラムなのだ。デバッグンを起動させたのだ。今からテストオブジェクトを表示オンにするのだ。もし本当にここが世界の言っている仮想現実世界だったら、ゴーグルなしでもオブジェクトが見えるはずなのだ。じゃあスイッチオンなのだ。決めたぞ。この世界のことを正式に新世界と名付けよう。我々は自分たちの意思でこの新世界へと到達した。この一歩は小さな一歩だが、人類にとっては大きな一歩となるだろう。ブラックアウト現象はゴーグルの故障じゃなくて、ターニャたちの意識が落っこちた瞬間だったのだ。仮想世界、新世界、すごいのだ、すごいのだ。こんなの誰も体験したことないのだ。タチアナ、よく喜んでられるわね。もっと慌てるとかすると思ったのに。精神がお子様だから遊園地感覚なのよ、きっと。外はどうなってるのだ？ターニャ、見てみたいぞ。それがダメなのよ。外には極上ベロベロスっていう怖いモンスターがいるの。私たち女子を捕まえていやらしいことをするんだから。私たちってしれっと自分を含めないで。さっきも言ったけれど、あなたとタチアナは大丈夫だから。あ、もう、あったまったわ。夏美、あんたは気を使うってこと知らないわけ？まあまあ落ち着けって。まだ午後の4時くらいだからな。日が沈んでベロベロスが現れるまで2時間近くもある。少し外を見て回るぐらい何の問題もないと思うがね。どうだろう。世界の言う通りだ。ベロベロスは夜にならないと現れないんだったな。だったらここでじっとしていてもつまらない。新世界、浅草へと繰り出そうじゃないか。イヤッホー。決まりなのだ。さあレイジ、早く外に出るのだ。ターニャと一緒に新世界を探検するのだ。ま、暗くなる前に戻ってくるなら大丈夫そうね。前の時と同じで一子一人いないわね。この不気味さはどうしても慣れないわ。でもでもコンビニはちゃんと開いてるみたいだよ。お腹が空いても大丈夫だね。ここは仮想世界なんでしょ。別に何も食べなくたって平気じゃない。
しかし、この新世界でも我が輩、確かに空腹を感じたぞ。だよね。やっぱりご飯は大切だよ。きっと心の栄養になるんだよ。ちょっと待って。今気づいたんだけど、ここでいくら飲み食いしても太る心配がないじゃない？これってすごくラッキーよ。そういうことになるな。ただ浅野、君はそんなに太ることを心配する体でもなかろうに。むしろもう少し肉をつけた方がいいんじゃないかね。特に胸のあたりとか、胸のあたりとか、胸のあたりとか。3回も言いやがったね、この変態。仮想現実においても感じる痛み、ますますもってこの世界は興味深い。この先はないぞ。この場所こそこの新世界の最果てなのだからな。進んだらどうなるのだ？見えない壁でもあるのか？違うよ、反対側に出るんだよ。オープレマップ現象だ。タチアナは若いから知らないだろうが、昔の RPG ではワールドマップの東西南北がつながっていたのだ。北にずっと進めば南から出てくる、東にずっと進めば西から出てくる、といった具合にね。なるほど、一種のループなのだな。面白そうなのだ。早速チャレンジなのだ。俺たちも行こうか。マップ現象も機能しているようだし、大体の状態は前と同じようだね。じゃあこの間はしなかった実験を一つしてみようじゃないか。何？実験だと？ああそうだ、電話をかけてみるんだよ。もしもし。おお、レイジ君、つながったか。これでわかったぞ。ここにいるメンバーには電話はつながるが、新世界の外、つまり現実世界への通話は不可能ということだな。ねえ、とりあえず街の様子はわかったんだし、そろそろ基地に帰らない？ほら、屋上ベロベロスが出るかもしれないじゃない。そうだな、今日のところは一旦引き上げることにしようか。タチアナ、帰るよ。案件なら明日の昼間にたっぷりできるから、帰って何か甘いものでも食べようか。あ、だったらターニャ、アイスを食べたいのだ。こっちの世界ならいくつ食べてもお腹を壊さないの。
夢の一度に三つ食いができるのだ。三つでも四つでも食べていいから、さあ帰ろう。待っててね。今飲み物を用意しちゃいます。しかしエロリーが見当たらないのはどういうことなんだ。またあのダイナマイトボディを拝みたかったのにな。ちなみにスペシャルブレンドのポイントはウーロン茶と草原美茶の割合が3対3なんだよ。ユーノさんの言う通りだよ。お盆に乗ってたタチアナのコップ僕も見てるから。だったらどうしてないのだ。マジックなのかミステリーなのか。どうしてって誰かが間違って飲んだとしか。そこに見知らぬ少年が。おお、いつの間に。なんというスニーキングスキル。ここまで完全に気配を消すとは、サイレントキリングの達人か。ほら、お前誰だ。それはターニャのコップなのだ。勝手に飲むな。喉が渇いたから。だからってターニャのを飲んでいいってことにはならないのだ。さっさと返すのだ。何？何？何なのこの子。どこの天使。どこの天国から来たんですか。超かわいいんだけど。ああ、匂いまで最高だわ。ふんわりとした清涼感、甘酸っぱい美少年の香り。アサナ、あなたの業がここまで深かったことに驚愕しているわ。ひょっとして君、名前は？ニコル・ショーター。おお、やっぱりニコルだったのか。オワリさん、この子を知ってるんですか。ああ、ニコル・ショーター。ジャッジメント7の2作品目であるジグザグドールズに登場させた NPC だよ。確かによく見ればニコルではないか。ニコル、覚えているわ。キャラデザは私なのに
実体化するとわからなくなるものね。言うのも思い出したよ。まだその時はバイトしてなかったけど、できたゲームはやらせてもらったんだ。うん、この子出てたよね。夏美、こんな天使を想像できるなんて、さすがの私もあんたの才能を認めるしかないわ。やめてよ、あなたに褒められるなんて気味が悪いわ。それに私のデザインしたキャラクターにあんまり変なことしないで。ニカルくん、ニカルくん、マジ天使。エロリーに続いて今度はニコルが実体化しているなんてね。ほんとこの世界は何でもありなのね。まあいいわ、私たちにとっては好都合だものね。彼からこの世界について聞けるかもしれないし。ニコル、ここは一体どんな世界なの？どうしてあなたまでもが実体化しているの？ニコルくん、教えてほしいな。どうして黙ってるのだ？何か言うのだ。それは難しいだろう。何せニコルは無口キャラの設定だからな。なんて役に立たない NPC なのだ。タチアナ、ニコルくんの悪口は許さないわよ。ひっぱたかれたくなかったら二度とそんなこと言わないようにね。レイジ、浅野が怒ったのだ。タニの代わりにぶたれるのだ。とはいえ、こうもニコルが何も喋らないのでは新しい情報を得ることは難しそうだな。ええ、そうね。私たちでこの世界について考えてみましょう。結局この世界って仮想世界なんですよね。タチアナの作ったデバッグンでオブジェクトが表示されましたし。確かにそうなるわよね。こうして実証されてしまったのだから。ということは私たちの意識は現実世界でブラックアウトしてから仮想世界の中に入り込んでしまったってこと？いくらなんでもそんなことはありえないわよね。現実味がなさすぎる。現実味がないのはこの世界自体もだよ。普通に考えたら現代のテクノロジーではここまでリアリティのある仮想世界を作れるはずがない。ならやっぱり夢か何かなのかな。それも現実味がないという意味では同じだと思うわ。私たち全員が同じ体験をしているのだから夢を共有するなんてありえないもの。我が輩たちが開発したゲームの内容がこの世界に混在しているというのも不可解だぞ。しかもベロベロスさんはボツキャラだしね。ひょっとしたらこれは我が輩に目覚めた能力なのか。創造物を現実化する能力、イマジナリーフォーサくん、何か見たいページとかある？あ、そうだ、私が作った最新の曲聴かせてあげよっか。きっと気に入るから。インターネット普通に使えるみたいですね。いやレイジ、騙されるでないぞ。表示できないサイトも多いようだ。
れに更新も止まっているみたい。適当なニュースサイトを開いてみて。つまりこれってどういうことなの？ターニャたちが仮想世界にダイブした時点までの情報のみが見られるようなのだ。あ、本当だ。メールの最後の受信もそれぐらいの時間になってるよ。チャットラインや社内メールは問題ないようだな。ジャッジメント7のサーバーに依存している機能は普通に使えるということか。外部へのメール送信は無理か。まあ、通話が繋がらなかったから当然といえば当然だがね。そもそもとして現実世界と新世界とでは時間の流れにズレがあったな。リアルタイムの更新など土台無理な話か。どれぐらいの時間のズレがあるのかしら。この前来た時の時間を計算すれば大体わかるんじゃないですか。いいところに気づいたね、エイジ君。早速計算してみよう。前回新世界にやってきたのは何時だったかな。拡張現実のデモンストレーションをするって言ってみんなでゴーグルをつけたのが夜の7時ぐらいだから、その30分後くらいかな。では仮に夜の7時半としておこう。それで新世界でどれぐらい過ごしたかだな。夜の7時半からスタートして現実世界に戻ったのは、第二次ベロベロス討伐作戦の時だから2日後の夜の8時過ぎよ。丸2日、48時間としよう。そして現実に戻ってきた時の時間は、デモンストレーションをした日の夜の9時半頃だったわね。つまり実質2時間程度しか経ってなかったってことですね。それならもう計算は簡単だ。現実の2時間で丸2日ということは、この世界での1日は現実世界での1時間となる。つまり俺たちは常人の24倍速の世界にいるのだよ。それは面白い。え、我々はついに神の生きる速度を手に入れてしまったようだな。グラウンドスピード。そっか、こっちの世界で1日過ごしても実際には1時間しか時間は進まないんだ。じゃあ少しぐらいのんびりしたって大丈夫だね。